真ん中祭りということでね、ツ、えーショット祭りですよ。えー、これが2022年、えー、開幕ということで、えー、8月の26から、えー、27日、28日、そしてオンラインとしても9月1日から4日にかけて合計7日間行われるというですね。 えー、巨大イベントということで、えー、7日間というと、これ、はもうよそこいソーラン祭りとかと規模とほぼ同じということになります、えー。全10会場の予定だったんですけど、1会場が少しね、えー、中止ということにはなってしまったわけではございますけれども、ただね、9、え、か、ー、所の会場で盛大に行われるということで。 え前夜祭、こちらですが、なんと前回のファイナリストが勢ぞろいして、これはもう、えさこいソーラーナイトにえーソーランナイトに当たるえ場所でございます。ここでシード権がねえ発表されるというわけで、ブロックごとのね、今回ちょっと見ていたんですけども、いくつか市のグループがあってですね、ファイナリストが2チーム、3チーム、複数ね、所属していたりということで、ちょっとね、厳しゅげな今年のブロックになるかなといったところでございますね。 えーまあ、あといろんなチームさんの、ねえーえー、でも演舞をあらかじめ見てたりっていうところもございますので、まあ、そういったところというところですよね。さあ、今回メインステージでまあ行われる、まあ、あれなんですけども、えー、まず、 まずメインステージ、今年が5時からもう始まりまして、まあメインとなるところと言いますと、これが7時からの頃で、ファイナルシール決定戦ということで、まあ一つ目の審査ということには一応なるということなんですけどね。まあそのまんでもね、結構いろんなチームさんがね、踊られるということで、まあここもね、見どころもたくさんあるといったところでしょうか。さ、さてですけども、 えー、まず審査ということで、まず本日は A ブロック、えー、こちらなんですけども、出てくるチームさんを紹介させていただきます。えー、兵庫県神戸市中央区より、風見よりさん、そして、えー、大阪市北区2019年、そして2020年の、えー、テレド祭りの、えー、2年連続対象チームのカモンさん、そして大阪教育大学、鶴坂井ランサークル。えー 柏原市から参加ですね。林道さんでございます。そして愛知県一宮市、東京都にもね、支部を持っている百花武双さん、そして岐阜県の鴨茂部富岡町の羽振さん、そして日清市の上昇さん、そして岐阜市の岐阜聖徳学園大学柳さん、そして愛知名古屋市の 中区は神楽さん。そして、同じく中区より、えー、車中歩行さんですね。そして、えー、東京都港区より、ペプシー怪物武藤団というところなんですけども、あの、このペプシー怪物武藤団ってね、結構、こちらもいろんなところに支部をもらっている、えー、チームさんですね。そして、北海道札幌市中央区より、ワッカさんですね。えー、そして、愛知県名古屋市の中区より、こちらは弥生さん。そして、愛知県犬山市のジョーさんというところですね。 まあ、ここの中でちょっとね、えー、言うのであれば、ちょっとワッカさんがね、えー、なんか一チームちょっと浮いてるような感じがするんですけども、えー、この、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13チームですね、えー、前回のファイナリストはここに集結ということになるということですね。そして、えー、27日からは、えー、グループ審査が行われまして、えー、まず 1>, 1グループなんですけども、まあ、おおよそ、まあ、このチームの中であれば、リンドウさんとカグラさんが同じブロックということで、まずこれも地獄ですね、えー。どこのチームが勝ち上がることなんでしょうか。まあ、シード権で、ここでまた決まるのかなと思うんですけど。さあ、2グループに関してなんですけども、ここは、比較的平和といったところでしょうかね。 まあ、おそらく、時馬さんがおそらく 2, 2グループでは上がってくるのかなと思われます。さあ、3グループなんですけども、こちらもまあ、あ比較的、うん、平和といったところで、まあ、大黒天さんとかね、えー、まあ、なんでしょうかね、関外大学とか、えー、まあ、ひ、 まあ九州のね熊本から参戦している九州合塞さんとかもいるんですけど、ここのグループはちょっとね、相当しがたいですね、逆にね。で、4グループなんですけども、ここも地獄ですね、袖振れさんがいるんですよ。そして カモンさんがいて、上昇さんがいるということで、これは死のグループといってもまあ一つ目の死のグループといってもいいかもしれません。そして5グループなんですよ。えー、ペルシー怪物武藤団さんがいて、そしてシャチホコさんがいてと。えー、そしてアイブドウ・ゴーディンさん。えー、これはね、えー、昨年の、えー、テレドー祭りで6位を受賞されたチームなんですけど、これがいるということで、まあ3チームがいる。えー、まあおそらくこの5グループというのが一番の死のグループといっても差し控えないのか。 かなと思いますね そして、6グループに、グループには、弥生さんと、そして、風ざみどりさんが、所属している、グループでございまして、その他に、神戸学生よさこいチーム、みなさん、これね、神戸のよさこいでね、結構受賞されているチームさんがいて、ここらもなかなかの、市死のグループ。そして、ワッカさんもいるんですよ。ファイナリストが3チーム、プラス、神戸のね、そこへの、ファイナリスト常連チームがここにいるというの、これもまた中国の、グループといったところですよ。 さあ、そして7グループなんですけれども、えー、ハブリさんですね。えー、まあ、あと100個は無双さんがいるんですけど、まあ、このグループはおそらくハブリさんのね、えー、まあ、なんでしょうかね、えー、独走がなんか見られそうな感じがしますけどね。さあ、まあ、いろんなチームさんがいるわけですけども、えー 2020年、2021年、まあ、ゲストチームも、まあ、参加されるということでございまして、えー、ファイナルシード決定戦ということでね、いろいろあるわけでございますけども、はいえー、27日のこの土曜日もですね、えー、またメインイベントというところなんですけども、こちらもね、えー、夜、えー、ファイナルシード決定戦、前半戦、後半戦と分けられましてね、えー、あるわけですね。 えー堂々たるメンツがね、集まってるわけでございますね。北海道からもね、劇団フルーツバスケットさんとかね、あとは東京都豊島,豊島区の、豊島区のカーレンさんとかも、ここも見どころありますね。そしてゲットチームには、やはり平岸天理さんがね、どうやら来るおごようでございますので、こちらも、え楽しみが、またあるのかなと思われますね。 えー、さあ、さてなんですけども、えー、セミファイナルチームが12チーム、まああって、まあそこから2チームがあおそらく上がってくるのかなと思うんですけども、えー、ファイナルコンテストにはなんと16チーム、えー、上がるということで、これがまた意味がわからん現象でございますね。 えー、ドマツリの審査のね、えー、あの、基準っていうのがちょっと個人的にはよくわからないんですけども、おそらくブロックごとに2チームごとなんですかね。あと、ファイナルシード権というのが、あこれが2日に分けて行われるみたいなので、まあ、そこからだいたい3チームか4チームくらい選ばれるのかな。そういう仕組みなのかなと思います。そして、セミファイナルでえー、上がってきたチームが、あ1チーム、1位のチームだけが、あこちらがあるみたいですね。えー、なので、 ファイナルコンテストもなかなかの地獄のね、えー、ステージを催そうかなということで、これが日曜日なんですよね、えー。ファイナルコンテストもまあ楽しみではございますけどもね。はい、ということで。うん、まあなかなかの死のグループといっても差し控えないのかなとは思いますけどね。さあ。 さてまあ、今回、ちょっとね、えー、いろんなチームさんを、ねえー、あらかじめちょっと見てまして、えー、前哨戦となる、えー、よさこい祭りがありましたそれが神戸市で7月に行われておりました、えー、サイリング神戸と言われているものです。あの神戸のよさこいってね、えー、年に3回行われておりまして、9月にも神戸よさこい祭り、そして神戸アライブというのが10月に開かれるんですけども、えー、まあその中でもサイリング 神戸で、えー、言われているもの、これは個人的にド祭りの前哨戦と言ってもいいかなと思うんですよね。で、ここなんですけども、ド祭りのファイナリストたちが結構出てまして、えー、カモンさんですとかね、えー、あるいはハブリさんとかが出てますけども、そのカモンさんをですね、えー、抑えてハブリさんが大賞を受賞されているんですよ。えーまあ、ここなので、 なんですかね、このハブリさんというチームが、おそらく昨年、テレド祭りで大賞を取った弥生さんの、えーまあ、対抗馬となるんじゃないかなと思いまして、ただカモンさんもね、準大賞とはいえど、まあ、2年続大賞を受賞されている、えー、チームさんですから、ここもね、えーまあ侮れないというところで、えーまあ、大賞候補としましてはまあ弥生さん、ハブリさん、カモンさん。 とというところなのかなと個人的には思っておりまほ、まあ、その他のチームも、ねえー、まだいますので、それ以外が、ねえー、対象を、ねえー、受賞されていく可能性というのが、えー、十分考えられるのかなと思いますけども、この3チームでおそらく今年は争われるんじゃないかなという,ふうな予想を立てておきたいなと思います。はい、ということで、ね、えー、今回の動画はいかがだったでしょうか。えー、と祭りということで えー、日本のね、よさこい祭りは、ねえー、いくつかありますけども、三大よさこいといえば、よさこい空祭り、高知のよさこい祭り、佐世保よさこい祭りとありまして、ただ五大よさこい祭りを含めますと、道の子よさこい祭り、そして、えー、日本ど真ん中祭りが含まれる、まあ、個人的にはこの五大よさこい祭りっていうのはね、表し方としてはまあ一番あれかなと思いますので、さあその五大祭りの一つ、日本ど真ん中祭りが開催されるということで、えー、これを心待ちにしております。ということで、本日のご視聴ありがとうございました。